読売へいないないピジャイアンツ、お笑いさよなら中日エンゼルス負け。さよならイズ愚痴狙い打ちされててくさ。延長にならなくてよかった。普通に負けて OK でしょ、延長はしょうもなさすぎる。ゲンドラやなこいつ。皆さんオツでしたな。まだ1年目とはいえ今年の新人ちょっとひどいな、西舘も途中へばってたし。ああ終わった。結局終盤はヤクルトに負けまくったな。満塁でええよ。ホームでアウトにしなきゃいけないんだから、タッチプレーよりフォースプレーで行こう。これでいい、無駄に延長しない方がいい。はい。お疲れ様、延長なしでよかった。やっぱスタメンでずっと使ってる奴らは守備うまいんだなと実感。レイナイさんもビールかけしてたからな、あんまり言ってやるなよ。ヤクルトに負けすぎでは。ま、今日はこれでいいやろ。さよなら負けも放棄にはいい思い出になったやろ。なんか面白い試合だった W。またセカンド方向ってのがなんか笑えたわ W。OK 延長なしで勝ってくれてサンキューだな。知りすぎててなんとも思わんわ。一人で試合をぶち壊した気分はどうだ、ドラフト1位のいない。ご視聴ありがとうございました。